さあ、やってみましょう。マップはダークフューチャー、俺はザマス。なんと優先権ゼロでレイダーですね。もうまず間違いなくパーティーだ。頑張っていこう。しかもね、なんか一人がね、なんか動画投稿だか配信だかをしてそうな名前だったんで、参加型なのか、そうでないのか、プレッシャーですね。ここ C 始まり最低ですね。民間人右見えないか。いる声聞こえた。フィニッシュ。さあ、まずは、早めにブラックに行きたい。いるね。二人目。あともう一人見つけよう。あ、やべえ、これ討伐狙ってるな。さすが。この段階で即。あ、なんだ？バニッシュ入れたが、なんで挙動がおかしい？ラグってんのか。あー、来るね。これ、ボーイシャットも使ってるかもな。この、開幕から、この速度で、来るとは。なんかおかしいぞ。なんか、彼らの挙動がおかしい。ほら、どんどん来る。いや、やばいね、これは。シグナルで戦おうって一個言うだけでこんなに来るわけないしな。これ、討伐されるな。おっそ、これ倒されるとこんな遅いんだ。くーこーの野郎、ふざけやがって。この体こそ最強だ。くそ、どうしようかな。まあとりあえずエリア消しつつで使ったけど、最悪これ逃げにエリア破壊使った方がよかったかな。癖でエリア破壊使ってしまったが。いる。見えた。ドラゴンチェンジできない人だと、ありがたいが。はカメハメハ、当たらない。なんかもう一人ドラゴンチェンジ切ったな。どういった？見えねえ。あれ、瞬間移動した音とか聞こえなかったけどな。上にいるね。はあー、見てるな。カメハメ、はおい、サクって言ったぞ。あ、当たってる。なんかラグいな。なんか全員ラグいんだけど。あの人だって今、遅れて、ねえ、サクって言ったよな。ダメージ当たったよな。ここにいるね。あ、民間人もいるな。隠れてるとここに。ドラゴンチェンジできる。入れ替わりで別のやつが来たか。めんどくさいな。カメハメはっ、心裂砲弾当たらない。どこ行ったか見えんな。くそー、ん、なんか音聞こえる。そこにいるか。見つけた。ドラゴンチェンジ入った。バリア入ってないかもな、これ。はっ、暗い。おい、なんかなんだ、ん、あー、これやっぱラグすぎる。これ日本の人たちじゃないな、多分。これ海外パーティーか。カメハメハ、バニッシュならどうだ。バニッシュ、ダメか。無敵マン、あ、死んだ。なんだよこれ。せめてさ、ピングが近い人たちとやらせてくんないか。ラグいプレイヤーはそれだけで罪なんだが。いやー、いやー、あれいる、あ、いた。カメハメハ、命中。陳列鉱弾当たれ、ナイス。ああ、藤村チャンピオン。カメハメは回復する。当たれ、はっ、当たった。バリア吐いてないか。バリア吐かせたはずだけどな。サクって言ったよな、だって。当たれ、ナイス。フィニッシュ、はい、なんとか。でもさ、これロゼ行かない方が良くない？だって、パーティー相手にトランクス出すのやばいよな。あー、地下道めんどくさいな。A 壊しきゃよかったか。隙をついてなんとかやりたいけどな。
CD の方にはまだ来なさそうか。で、あの人の救助に来るかもね。カメハメはっ、あー、これ来るな。なんか変幻飛んできた、今誰か。どこだ、どこだ、どっか来る。来た、一人ドラゴンチェンジ吐いた。これ、こっから一気にダメージ出しに来るぞ、こいつら。絶対。こいつか。バニッシュ、入んない。はい、キャー。救助来てる。カメハメハ。近接。とか、溶けたが、うじゃうじゃ来るな、こいつら。なんなんだよ、これ。なんで相手の攻撃も当たんないし、こっちの攻撃も当たんないの。カメハメ。ああ、無理か。あの人追いかけよう。ビジムのチャンピオンか。新列攻撃当たらない。あ、ドラゴンチェンジ切れる。くー、蘇生されたか結局。はっ、いや、蘇生されてた人死んだのか。バニッシュ入れてきやがるな。ザマス倒してきた。ナイス。そうか、さっきバリア入ってるからか、これラッキー。でもこれロゼ行かない方がいいね、多分。このまま数減らしてビーコン出して逃げてもらうぐらいの方がいいかもしれない。欲書いてロゼ行くと火力は出るけど、トランクスっていう重荷を抱えることになるんで。新列交換。いやー、どうなんだろうな。でもロゼ行った方が逆にありっていうパターンもあんのかな。でもね、めちゃくちゃ楽いから、多分こっちの攻撃も当たんないし、で、パーティー相手にね、スーパートランスボールってめちゃくちゃやっぱ相性悪いんですよね。だからブラックで行ってみようか。騎士と出るか京都出るかはちょっとわからん。この結果を見て、今後、考えていくわ。あと一人で、さあ4人。これ CD、多分、ドラゴンチェンジ切れてる人借りに行きたいね。で、ビーコン出そう、サクッと。キノタンチ。いやー、音聞こえないしな。これ AB の方行ってみる。で、もし戦闘来るならザマスに合流して一回逃げられる。いや、これでもザマスに合流使ってると見づらくてしょうがないな。あ、行った。カメハメ、はっ、命中、新列攻弾、当たった、ドラゴンチェンジ入ったか、チェンジレベル3か、これ多分ダメージになってくるな、はっ、あそこに飛んでるザマスと協力したいが、もう一人もドラゴンチェンジ切ってきた、もう3、毎回だな、これ、逃げよう、どんだけ連携取る気なの、絶対防止だと思うのを使ってるよな、こんだけ毎回毎回ドラゴンチェンジのタイミング合わせてくるってことは。でもちゃんと引かせよう。シグナルやスタンプを使わなくてもさ、ボーイシャット1個で連携取れるところがやばいんだよな。シグナルやスタンプだとさ、連携取りづらいじゃん。だからこそバランス取れるのに。さあ、ドラゴンチェンジできないはず。はっ、さあ、飛んでった、あれ、あた、なんだ、全然関係ない人がいる。狙ってくるか、バニッシュ入らない、なんかおかしいな。はっ、あれ違う人か、サイヤ人ポテトにも呼んでるな。あ、カンコサポ、どうし、くっさー、削れる、脆すぎる体力が、神走行すぎる。なんでこれがレイダーなんだよ。サバイバーだろ、こんな。くー、あの辺にいるな。追いかけよう。戦闘力5の民間人がレイダーを全員で殺しに来るっていう、これのどこが圧倒的戦力差だ。
よし。ああ、これ、今フィニッシュしたロゼか。この体力でロゼ行ったらもうよりきついな。だったらさっき言っといた方がよかったもんね。もういけないわ。今からフィニッシュは無理。スーパートランスボール出すっていうデメリットの方が大きい。進化をさ、抑えなきゃいけないっていうわけわかんないよな。合体行ったら討伐狙われる。倒しても、進化できるってザマスの不死身だけじゃねえか、強いところは。あれ何あれ、チェンジパワーか。さあ、これでビーコン出そうか、なんとかして。で、ビーコンで逃げてくれれば、おんの字。もう逃げてくれればいい。でも、多分ね、俺の予想ですけど、こいつらは逃げないと思う。なぜならボイシャットを使っているパーティーが、今のこの環境で、ザマス相手に、逃げるっていう選択肢は多分ないと思う。脆いし、適当に火力出すだけで、あっさり倒せるし、実際俺もサバイバー側でガンガンザマス倒してきてるんで、レベル90とかのザマスでも、もうあっさり討伐ってなるから、今の環境でレベル90でよ。聞こえないね。まだシーズン始まって2週間近くで、もうレベル90いく、めちゃくちゃやり込んでるザマスが、当たり前のように討伐されていく環境をもう見続けてきてるから。ああ、やっぱこう、ビーコン出して A で逃げられるようにしてるのに、誰も逃げる気配ないね。これ、ドラゴンチェンジできる人が一人のうちに、仕留めたいけどさ、でもあの、一人をさ、見つけた途端に、妨害と、魔漢光殺法で多分攻撃してくるじゃんか。当たんないか。結局、これもタイムアップになった方がいいまであるよな。いやー、怖いね。しかも、キノサンチにも引っかかんないだろうしな。この辺で見つけて、しかもその人はドラゴンチェンジできないことを祈ろうか。あと4秒。いない。もっと端っこの方で隠れて、ドラゴンチェンジ回復するまではいようねとか言ってるかもな。で、これ、ザマスに合流使って、一旦逃げられるんで、もしここでドラゴンチェンジ入ってくれれば、マップのあっちまで逃げて、一旦やり過ごそう。で、今、ドラゴンチェンジを無駄にできれば、タイムアップも視野に入る。お、いるな、この辺に。じゃあこれザマスに合流、チャージして、もし向こうが、あー、全員ドラゴンチェンジ回復した。これ、来るか。今来てくれれば、ザマスに合流で、かわせるが、変身してこないな。これバレてんのかな、ザマスへ合流のチャージが。この音って聞こえてんの、サバイバー側でも。いや、でもいないんだよな。音がサクサクって聞こえたけどね、さっき。ザマスどこ行った？こっち来ちゃったか。じゃ、逃げられんな、これ。俺が、むしろ CD に行って、で、ザマス A の方に逃げるっていうパターンになるか。いや、これスーパータイムマシン呼ばないよね、この状況で。ビーコン出てて逃げてもいい状況で逃げず、タイムアップを恐れてスーパータイムマシンまで呼ばれたら、クソめんどくさいが。あーっと、これ、D 刺された？ってことは C も刺しに来る？やばい、これ最悪のシナリオだ。補給物資出してドリンクでもう一回ドラゴンチェンジっていう一番やばいこと。あ、いるなぁ。か。いやー、これドラゴンチェンジ入ったら来るね。ザマスで。あ、やべ。心熱コードン使ったらザマスに瞬間移動できねえ。逃げろー！なんでレイダーがサバイバーから逃げるゲームになってんだ。死んでも離れよう。ザマス助けてくれ。助けてザマス。お前が頑張れ。忌憚の威力も弱えんだよな。くとべ。とにかく回避とうまくバニッシュを生かして、やばい、死ぬ。とにかくこいつらがラグいことをうまく利用するしかねえ。お前らがラグを利用してくるならこっちもラグを利用して回避をして生き残ろう。さあ、ドラゴンチェンジ入った。変形カメハメ、はっ、あー、くそ。仕留められるか。二人いる。ヴィランが当たらない。瞬間移動。あー、くそ。ここにいる。はっ、
バリアもう回復してるし。サタン、なんなんだよこれ。サタンの不死身のチャンピオンとかいう害悪スキルのせいでもう環境はぶっ壊れてるよ。アクティブスキルとかうまく使って逃げようっていうゲームなのにさ、結局ミス許されないからミスをついていくのがレイダー側じゃん今の環境なのにさ、そのミスを不死身のチャンピオンで賄えちゃうっていうわけわかんないよな。一回ミスしても許されますって、それでどうやって勝てっていうんだこれ。補給物資さ、まあ、持った方がいい気もするけど、多分ドリンク一本でも温存してたらもう一回ドラゴン手にしてくると思うんで、これさ、マップのどっか端っこに隠れるっていうのもあれだよな。いやー、もういつ死んでもおかしくないね。もう生きた気がしないシーンは。これじゃあ、あの岩のこの辺の端っこの方に隠れようか。で、サバイバーいないんで、ここにはこの辺に隠れようか。なあザマスな、もっと端っこにしようか。ちょっとでも、あー、どれもチェンジ回復してきたね。もうビーコンも出ててタイムマシンまで破壊してるけど俺を殺す気満々だわ。何がレイダーだよ、こんな紙装甲で。なんで怯えなきゃいけないんだサバイバーから。いやー、これ来るかな。なんとかザマスへの移動もうまく駆使して。あー来るね。とにかくうまくザマスにちょっとでもかく乱していこう。もう次棒が当たったら終わりだ。バニッシュ入った、ナイス、危ね。でも俺を討伐できると思ってるから必殺技を雑に打ってる、これはありがたい。バニッシュ、なんだこれ、危ね、ラグインジェイ。いいぞ、もう妨害が多いってことは分かってるから近づかない、下手に再起破、これドラゴンチに発火されるぞ。オッケー、いいよし、ズラビロバカだね、俺の勝ち。OK、こんだけ連携取っといてタイムアップで全滅ですか。終わりにしよう、逃げた方が良かったんじゃないのか。逃げる手段は俺は与えたぞ。 OK、 なんとか全滅ですね。もう今日もレイダーやめようかな。もう疲れたわ。さあやっていきましょう。マップはロックフィールド。俺はザマス。よろしく。いやーちょっとね、優先権2でねレイダーになったんですけど、いないな。これ D 行こうか。サバイバーが全員スチームでね、クロスプレイオンなのに。あ、なんだ、いる。あ、サイヤ人プトリモコも呼んで逃げる。これは追えないな。しっかり民間人で食べていこうか。で、ちょっとね、レベル自体は極端に高くなかったんですけど、めっちゃパーティーっぽかったんで、スキンもね、前のスキン、4人、ほら4人なんですよ。ちょっとね連携が怖いんですけど、とりあえずブラック、やっぱりクロスプレイがオンになったというか、そうやって実装されたから他のプラットフォームの人ともやりやすくてパーティーが増えてんのかな。さあいい破壊、これで自販機系全部怖そう。でもさ、全員スチームなんだったら別にクロスプレイ関係ないか。冷静に考えれば。でさっきね A に民間人の声聞こえたんで、あ、なんだ、なんかピロピロ言ってるな。まあいいわ、これ一旦 A の民間人しっかりフィニッシュしていきましょう。この辺か、いた、ほい。さあ、とりあえずロゼは
目指していきましょう。火力がブラックとロゼでは全然違うんで、いないか、どうしようかな。あー、いるか。あれ、はっ、命中。これ狙いに行きましょう。あー、ドラゴンチェンジ吐くか。うん、じゃあ多分瞬間移動もあるだろうし、逃げられるか。当たんないな、もう一発で当ててくれ。なんか音聞こえる？あ、水中にいる。さっきの人か。だったらダウン狙えるな。ナイス、油断したね。フィニッシュ。さあ、しっかり数も減らしていかなきゃいかんが、とにかくロゼになりたい。な、毎回映んないな。なんかさ、人のザマス使ってる配信とか、自分がサバイバー側だと気の探知映るんだけどね、自分が使うと映んないんだよな。これもしパーティーだったら救助意識高いんじゃないか。あ、これ民間人今聞こえなかった？あ、いた。じゃあロゼだ。さあ、大半携帯。でもロゼでも油断できないのが今のザマスの神装甲。美しいだろう。美しい。だからそんなことに集中してる時間はない。ドラゴンチェンジ切った。なんだこの辺だよ。ドラゴンチェンジ中の無敵か？陳列鋼弾。さあ、逃がさん、グラップリング、カメハメ、はっ。使えない。わあ、エイバー、ウクライ。あー、ドリンク飲んでたのか。早いな。あ、力の解放か。ナイス。不死身のチャンピオンはない。不死身のチャンピオン今あっても岩に引っかかって使えないかなと思ったんだけど、そうそう思ってなかったか。行くぞ。さあ、スーパーサイヤ人トランクス。ん、民間人が出なくなった。今出るっけ。何、あの演出中も動けてんのか。おかしくねえか。いるな。陳列鋼弾。あー、避けてるね、回避で。あー、よく見てらっしゃる。早めに退去しよう。わいわ、くらえ。ちょっといいか。水が入らない。来たんで近すぎて。なんで今の、今のこっちの攻撃が通るはずだが、これ、おっと、たまたま別の人がいる。戻ろうと思ったけど、ドラゴン選手吐いたか。これは討伐狙いに来るな。引き打ちしながら、しっかり削っていこう。今トランクスが来ないのはありがたい。ナイス、陳列鋼弾。あー、仲間蘇生されてるな。はい、ラップリングにカメハメハ。あー、サタンの不死身のチャンピオン。あ、あ、これもしかしてさっきの人じゃないか。だったらゲームオーバー。しかもドリンクも飲んだ。ラッキー。一人削れてドリンクも無駄。さあ、残り5人。トランクスはまだ。お、そう、これさっきの人？カメハメ！はっ！これ油断したね。チェンジジブル3は大きい。しっかり持っていこう。フィニッシュ。でもこれちょっとテンポ良すぎて合体いっちゃいそうで怖いな。合体行くと討伐より加速することはあるんでね。くらえ、当たんないか。やっぱ常に見てるから遠距離ではもう当たらんかもな。わえばくらえ、刺され。一発も刺されば爆発するぞ。爆発、威力低いな。でも回避はするけどバニッシュは狙ってこない。当たらんな。これ無意識ついてんのか。回避連発ってほんと害悪プレイだよな。でもそろそろ弱体が来てもいいと思うが当たらない。なんだ、ドラゴンジェニー切った。くれ、見えてるな。この人もうまそうだ。しかもさっきの前は蘇生されたか。くー、連携が取れてきたね。これキーの位置まで行くより今ここでこいつら倒してで、キー無理やりスーパーテマシャ無理やり破壊した方がいいかもね。
さあ、飛んでいくが、ロックオンが入ってて狙えない。サクって言ったけどな、今これもおかしいですね。近接、はい、さあ、残像剣はない。なんだ、ああ、ザナスか、一緒にやるぞ。敵かと思ったわ。はい、もうちょい、ナイス、解けた瞬間、効果か。なんだ、いつの間にドラゴンチームに入った、この人。いまだに瞬間効果と瞬間上昇一瞬では判断できないね。なんか音で判別できるらしいんだけどな。さあ、そろそろ解けるぞ。カメハメはっ、命中。いや、これやめよう。これ破壊しっかり進めないと良くない。陳列鉱弾、これでザマス回収しつつ、ドラゴンチェンジ吐かせて、惜しいね。チェンジレベル1か、この人。この人無視しようか。破壊進めよう、今のうちに。チェンジレベル1だったら、大して怖くはない。さあ、ザマスがターゲット取ってくれてる。そう簡単には当たらんさ。おーっと、ナイス、ザマス。棚ボタですね。これフィニッシュしたら合体いけるけど、今合体いくべきじゃないかもな。ここから補給物資で、おっ、いる。あ、陳列鉱弾、ナイス、命中。そう、なんか爆発した。これいるか、ドラゴン手に一人できるな。こいつできるか、できない。さあ、こんだけ壊滅したら合体いってもいいか。でも軌道も、あ、いる、ナイス。あー、ここまで行ったらいけるな。じゃあこれエリア破壊して、で、フィニッシュして合体ってにするか。で、ビーコン、逃げられやすいんで、B からまず破壊しつつ、最後にダウンさせた人はゲームオーバーまでもう少し時間あるはずなんで、あの人フィニッシュして、合体行って、でもう一回エリア破壊使って、全滅狙おうか。これさ、回避一瞬遅れると逆に遅くなるよな。フィニッシュ、合体。これさ、毎回思うんだけどさ、自分の体の前側であんな風にバチーンってくっつくの嫌じゃない、なんか。お、箱開けた。さあ、ここにいる。くらえ、ベジットさえ来なければあとは何とでもなる。入んねえか、近接。さあ、ここで新規、おっと、クリルの靴をうまいこと、新規の無敵で無力か。これたまたまですね。一応忘れないように使っとこうと思ったんだけど、たまたまちょうどいいタイミングで妨害打ってくれたわ。 OK、 神の世の到来を祝う宴の始まりだ。ナイス、全滅。オッケー。